はい、ということで任天堂スイッチ新作タイトルアームズ、アームズ伸びる手を使って戦う対戦アクションです。はい、こちらをね、ルパン小島とゴロで対戦していきます。行きましょう。はい、どうしよう。何ですか俺。あ、俺この女の子がいる。リボンガール。ゴロちゃんだから。あ、そうだね。オッケー。じゃあこれマスターマミー、うん、はい、オッケー。じゃあ行きますか。リボンガール、オッケー。うわー、トレーニングありで。ありで。じゃあまずトレーニングから。まずトレーニング。これで操作を覚えてる。そう、縦なんだ。縦なんだ。右で死ぬ。あ、これを。おお、そして、あ、エダル。あ、オッケー。傾けて。おお、なるほど。さあ、ダッシュ。あ、今ダッシュしますよ。近いすぎた。ダウン。あ、バック、バックジャンプできるね。横にジャンプ。振ってパス。おお、ダッシュ。そういうことは。おお、なるほど。パンチをパンチで相殺できる。あ、1個残った。あ、あ、曲がるように。おお、そういうことか。顔、顔いっそうだ。おお、パンチ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 、はいはいはい、できる。ジャンピングパンチ。あ、うん、これ、やべえ、やばいやばい、面白いぞ。やばい、ま、曲げない方がいい。ストレートに。あ、痛い。細い、そっち。そっち細い。あ、間に入る感じ。ほらほら、入んねん。曲がるのが面白い。あー、なるほど。当たってなかったんですか。あ、先にやっちゃった。カーブか。あ、これなんかダメージだ。あ、なるほど。カーブした。おー、すごい。両手同時に振って掴む。あ、ダメ。いいね、投げだ。俺、掴むもの。あ、ごめん、じゃあ、掴んで、掴んで。掴んで、動いてなくない？はい。掴んで、掴んで。両手同時に振って。あれ？あれじゃって。あって、あって。そう、そんな感じ。投げ抜きはできるのか。投げ抜きはできない。投げ抜きはできない。これね、ダッシュが遅いんだな。ダッシュ発動。ショッター振ってください。振ってください。次は激しい、激しい。おお、すごいすごいすごい。なるほどね、なるほどね。そうそうそう、よしよしよし。次は実践。ああ、鼻血に、鼻血にするとガード。ああ、なるほどなるほどなるほど。 OK、じゃ行きましょう。行こう。次は実戦。2点選手の試合を2回行います。あ、2点選手の試合を2回。なんかスピックで左右のバーベを選んでください。これです。これで左右動きます。あー、なるほど。バーベ選んで、ボールバーンと。ビッグパンチ、ビッグパンチ。これこれで行こう。これ、サラマンダ両方同じにしなきゃ。あ、なんか確かにいい。やばいやばいやばい。掴み。わあ、ダメ。おお、これいいじゃん。ガードガード、ずれよずれよずれよ。おしゃれ。うわ、投げ。おお、やばい。おお、マジか。あ、やばい、待て。ドーン。なるほど。おお、くぜね。マジか。すげえ。なんだよお前。いや、これが実力ですよ。トレーニングで練習の時あれだったのに。あのね、この武器、この組み合わせ強い。まあ、でも分かりました。じゃあこっちにしましょう。
入ろう。やばい、投げられた。投げてこう。あ、トランビーいない。いいでしょ。痛い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 。何これ、ずるいんだけど。ほら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 。よしよしよし、来て来て、ジャンプジャンプ、よし、ジャンプ、投げちゃう。やばい、できる。うまい。サードだ、サードだ、サードだ、オッケー、マジで、よし、やばい、やばい、負けられないですよ。負けられないですよ。やばい、やばい、次本気。サードが、クロージな、クロージな、武器変えた方がいいんじゃない。そうだ、そうだ、あのクラッカーみたいな、これだ、そうだ、そうだ、で、俺、両方これに、本気、リボルバー、エラーで。この縁だ。この弾幕、弾幕でしょう。弾幕でしょう。あ、うまい。あ、大手落ちとかあるね。割とね、あの斜めにっていう。あ、うまい。うまいうまい。逃がさない。捕まえない。よっしゃー、よけるなよ。起きてね。なやらせない。やばいやばい、いけ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 、いやー、惜しくたべ、マジか。最後はドーン、マジか。いや、そっち動きが早いから、いや、だから結構捕まえるのがきついんだけど、細かく細かく、そうそうそう、これあれだね、ストラップをちゃんとつけないとね、つけないです、汗かくね、この人。まあ、年がかな。いや、勝ちました。いやー、面白いね、これ。面白い。ただ体力的になんか10戦とかやったらヤバそうだよね。10戦無理だね。ただね、いろんな同じキャラでもやっぱ組み合わせであの攻撃アクション変わってきたりする。確かに確かに。あと起き上がりもやっぱね、ちゃんと起き上がり方向も指定できてる。結構読み合い熱いよ。キャッチ投げが面白い。はい、ということでアームズでした。